お弁当お昼のと夜のお昼のも食べてないから、まあ持って帰ったらいいか。梅たらこ残ってたらじゃん。うわ本当に梅とたらこだ。やば。いいな梅干し。商品紹介。そこのお弁当の白ご飯好きなんだよね。なんで？え、なんか美味しい。ごまついてる。ごまご飯好きだよ結構。リンリンは笑顔になるなるさん、ありがとうございます。まだサイン書き終わってない。僕はもうサイン書きながら配信し、喋りながら配信、うん、と三つ編みもボサボサしてる。あーなんてこと。どれ食べたの？うん、卵。いいな。梅干しいいな。うん。え、やば。そんな丸い梅干しあんの？え、いいの？いや確かにこんなさ。こんな丸々とした。カリカリ梅じゃないさ、梅。お弁当であれ。なんかあれレア。嬉しいよな。うん。何？うん。うん。蜂蜜だ、蜂蜜。蜂蜜梅。うん。これ2回目の休みなんですけど、さっきの部。うん？ハジちゃん休み多いよな。え、そうなの。2部休みあって。うん。2個目の休みなんだけど、さっきの部の休みゲーセン行って。秘密のアプリしてきた。ん好きすぎん好きすぎんねんけど。プリパラみたいなやつよな。あ、同じ同じ。プリパラと、うん、同じとこ。ユキがついてきてくれた。うん。ずっと歩いてた。ずっと歩いてた。ね、行きたかった店が閉まってて結局何も行けずに帰ってきたよね。ね、うん、お、リンリンは笑顔になるなるさん、ありがとうございます。めっちゃ可愛い。うん。いいね、ボブ。でも今、うん、まつげがない。ない。どうしたの？うん。アイプリ好きだね。アイプリ。アイプリ好きだよ。いいよ本当に。ボブ一番似合ってる。うん。嬉しい。もっと喜んで。ハッピーハッピー。ハッピー。めっちゃ醤油の匂いする。みたらし？めっちゃ美味しそうなみたらしじゃない？あ、これ食べ方書いてるよ。食べ方じゃないよこれ。1、食べたい時に食べたい量を食べる前の食べる団子のこと。ん？立ち団子っていう、うん、説明。食べたい時に食べたい量を食べてしまえる団子のこと。え、めっちゃ柔らかい。団子が立っている状態、うん、またはその様。やだ柔らかな甘じょっぱさが魅力的な特製みたらし。うんふんふん。美味しそう。なんかごまと迷ったけどみたらしにした。うん、黒ごま。うん、黒ごま好きなんだよね。あんこもあったよな。あんこもあった。え、充電ないんだけど。そこにある。髪を綺麗に戻してる。ハトちゃんに似てる。本当？同じや。
毛、眉毛やばいでしょ。ホテイチイカモカかもしれない。確かに。チイカバ。ホテチイカバモカ。ホテイチイモカは。ホテイチイモカは。ミドルネーム。プーさん、かわいい、ありがとうございます。ねえねえさん、ありがとうございます。こっちもやり直します。皆さんは何してるんですか？私の休みの分の間、うん、休んでるんだ。休んでるの？うん、一緒に休憩。今日はショールームしてみました。うん、あ、ゾンビゲーム、ルームズデー、ルームズデーのツイート忘れた。配信終わったらします。6時までらしい。勝手に23時59分までかと思ってた。次の部何時から？15時45。 OK、 いきも配信しようよ。寝る？練習するの？髪の毛長いな。どうですか、三つ編み？かわいい。やったー、ひかりちゃん、かわいい、ありがとう。今日の洋服は、今日のなんかえりこ全身ピンクじゃん。そう。それ何コーデ？それ何コーデ？ちいかもびっくりした今の。びっくりした。他のコーデは、お、ね、ホテちゃんってそういうさ色好きよな。え、白と黒しか着ない。やんな。なんか来たよな。え、なんか来た？え、なんか来た今。え、何？お、今なんか横切った。え、なんか来た今。え、誰か飛んできただって。誰の配信？誰の配信？みんな画面外からみんな画面外からコメント見てんの。何来てるかな。今誰か飛んできた。青い電車。青い電車って何？なんでちょっとなんか横切った。お、うまい。じゃあもうかそろそろオムライスか、うん、みたらし団子食べたい。食べてくれ。みたらし団子めっちゃ甘かった。みたらしだから甘いよ。お茶ちゃん飲むんだよ、そういう時は。特茶はちゃんとこの脂肪を燃焼じゃない。代謝？どれ？脂肪を代脂肪燃焼。脂肪を代謝する力を高め。体脂肪を減らすの。そう、体脂肪を減らすからちゃんと特茶飲まないとダメだよ。ケルセチンゴールド。そう、ケルセチンゴールドが入ってるから。執行役
茶。体健やか茶好き。緑茶ってさ、緑茶だよね。わからない。お茶は全部お茶味するけど。なんかジャスミンティーが一番好き、ね、ジャスミンかルイボスティー。うん、ルイボスティー美味しい。うん、うわあ。じゃあ、ふちちゃんも商品紹介してよ、みたらし団子。みたらし団子の商品紹介、うん、下にペン落ちちゃった、サインペンが。もうしたよ、さっき。モカキン TV エビペンブンブン下手やちょっとできなかったブンブンハロー、モカチューブ。今日の商品は、どうも、モカちゃんです。誰？モカちゃん？そう。じゃん。モカちゃん。モカちゃん。あ、それめっちゃ可愛かった TikTok の。モカちゃん。そう。モカちゃんって子が。モカちゃん。シナモンロールのキャラクターに。じゃ、モカはこれ食べます。オムライス。大人のオムライス。だから。子供だったから、もう売り切れてたそれ。もうなかった。あ、そうだよね。エリコの分はない。うん、もう。うん、こっちの方が大人っぽい。そんなことないよ。なんで。チパーン。うん。ようじさん、ありがとうございます。みたらし団子。おいしそう。冷たい。冷たいよな。どうしよう。なんかケチャップ食べたい。ケチャップ美味しそう。いる？大丈夫。なんで？唐揚げあるし。キー、かぼちゃもあるから。え、かぼちゃいいな。やろ。でもなんかちょっとカレーっぽい味が。かぼちゃカレー。うん、ね、はちょっとやばい、マジで。むぐ？かわいい。嫌だ。ムキが可愛くないことなんてあるの？うん、あきちゃんいつも可愛い。いけるよ。あ、ベーコン入ってる。うん？おしゃすぎ？うん、うん。え、ひじきとかあるじゃん。うん、なんか全部好きなもんばっかり。なんで？なんで？いいな。いいな。なんかまだお昼ご飯食べてる。ちとさん、ありがとうございます。これさ、咀嚼音聞こえてんのかな。聞こえて、咀嚼音聞こえてますか。いや、聞こえてるよ。これ、あの100万円のマイク使ってる。やば、すごいやん。でしょ、高っ。静か。広い部屋だからね。うん。ご飯に集中しちゃって。もぐもぐポテちゃん。エリコは配信しないの？うん。うん？サラダも食べちゃおう。
うん、ベニちゃんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。おいしい、おいしい、おいしい侍です。おいしい武士です。おいしい武士、やばい。サラダ全然させない。うん、もうこれおやつの時間だね、うん、じゃあもうみたらし食べなきゃ。皆さんは何食べたの？パイ、ピザ、ポテト。うん、すごい。ん？鶏肉とブロッコリー。ん？ダイエットだ。ケンタッキー。ん？ポテチ？え、ベーグルいいな。ベーグル好き。ん？うん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 。美味しそう。いいな、ステーキ丼。いいな、いいな、いいな。あ、ステーキさんのファミマ。冷やし中華始めました。うん。冷やし中華始めました。まだ食べてない、今年。うん。2年に1回くらい食べる。うん、うん、冷やし中華。これなんだろう。うん、野菜、野菜なんだろう、これなんか練り物。うん、ひじきは嫌いなの？好き。ひじき。お弁当に入ってたら嬉しいおかずランキング。1位は高菜明太子。うん、わかる。うんうん。でもなんだろうな、リアルに嬉しいの。開けて嬉しいか嬉しいの。でもさ、生姜とか嬉しい。生姜は嬉しいな、うん、なんだろう、味ついてるご飯とか。うん、味ついてるのが好きなんや。うん、あのふりかけ好きじゃなくて。ゆかりとか好きめっちゃ。ゆかりは好き。ゆかりってふりかけの部類。部類？うん。ポテちゃんはお話が終わったんですか？ん？もう終わった？まだか。うん。休憩であと2回。うん。6、7で終わり。あと2回ポテちゃんのところに来る人。
えりこ今からみたらし団子食べます。え、一緒に食べようって言ったやん。いつ、いつの間に誘われてた。心の中で言ってた。心に語りかけてたのか。美味しそう。いただきます。待ってよ、うん、いただきます。食べちゃいます。食欲するな。おー、あー、うん、柔らかい。めっちゃ、うん、うん、その柔らかさが気になるから、もこも食べよう。うん、どれくらい柔らかいっていうと、おばあちゃんの微笑みくらい。やらかい、やらかい。もうごちそうさま。えりこの渾身のさ、うん、おばあちゃんの微笑みくらい柔らかい、うん、みたらし団子についての感想が全然コメントで来ない。聞こえてんかったね。もう一回言っとく。でいただきます。え、結構硬いんかなこれ。え、あお、うん、うん、え、めっちゃ柔らかい。 え、どれくらい。おばあちゃんの微笑みくらい。うーん。喜。コメントくるかな。祖母知らないから分かりづらい。え、違う、うちのおばあちゃんだけじゃない。全おばあちゃんやろ。全おばあちゃんと全世界のおばあちゃんの微笑みくらい柔らかい。あれあれあれ、なんかあれ、大拍手大喝采かと思った。どうしたん？怒っちゃった？怒った。ほら、わりこ怒ったやんか。もう、ムカも食べちゃう。開けた。お、やばい。怖い持ち方しちゃった。すごい。でもなんかこんな袋、でもみたらし持ち歩けるね、これ。確かに。みたらしちょっと食べて、うん、チャットで食べようと思ったらジップロックついてる。でもさ、うん、食べるもんないやん。食べる串がないな。確かに。みたらし絶対に3時になったらサイン書く。うん、絶対に、うん、絶対に3時になったらサイン書く。おいしい。うん、柔らかいやろ。うん、どれくらい柔らかい。うん、新体操くらい柔らかいな。うん、甘い。
うまいね。おいしい。まじょっぱい。なんかさ、昔さ、うん、バニラアイスに、うん、醤油かけたらみたらし団子できるって、ね、聞いたことあって、やったことある。どうだった？みたらしだった、うん、でも何かに何かしたら、うん、ウニになるよな。何やったっけそれ。やったことないけど。何に何に何したらウニになるんかな。プリンに醤油やって。絶対嘘よな、プリンに醤油だってさ。確かに無理やで。絶対無理やな、うん、でみかんにおかきってめっちゃまずいらしいで。だってもう組み合わせがやばいじゃんな。でみかんおかきに水気のあるものはよろしくない。確かに。ぬれせんべい好き？食べたことない。ない。濡れてるんかな。うん、濡れてんね。プリンに醤油かけたら醤油の味がするプリンになります。プリンに醤油かけたら醤油の味がするプリン。本当だ。なんか、うん、あの朝起きたら、うん、目が覚めてますみたいなこと。まあ、そういうことね、うん、そうだね。あと2分で、あと2分でサイン書かなあかんから、あと2個の団子を2分で食べる。あ、今回はこうやってジップロックで持ち運びたいと思う、うん、ちゃんと閉めておかんと。めっちゃ便利じゃん。みたらし出てきちゃう。めっちゃ便利じゃん。なんかもうやるわ。サイン書き。サイン書き。任せろー。みんな任せろー。あー、これで。じゃあサイン。サイン書いてる。寝ようかな。うん？眠たくなっちゃった。じゃあサイン書きます。3部のサイン書きます。知ってた。え、ダメなの？映ってよ。ここだけ。ももかも、じゃあここ映るの。え、誰の配信？誰の配信ですか？ここだけ映しとこう。おかしいってなって。おかしいって。どの話？あの肩だけ。そう、映ってよって。映ってよって。ね、欲張りだな。 1,2,3 何倍だっけ。 1,2,3,4,5。 目がよし。じゃあ待って。え、エリコサインでかっ。そう、サインめっちゃでかい。あ、これや。ユキの見てみ。あ、ほんまや。なんかさ、かわいい。オンガのやつさ、なんかサインまつげ生えててかわいい。オンガのやつ文字でかって言われて、ユキに。でも今日頑張って。え、でかくした。なんででかくしたの。ちっちゃって言われたから。誰に。ソラが。ソラがでしょ。モカもね。いや、なんかモカと比べたらちっちゃいし、モカはでかすぎるって。どっちのユキだって。ユキはユキしかいないだろ。ユキね。確かにタンって呼ぶもんな。え、もうユキタンはタンなんよな。
タンタンって言ってる。でもタンタンって呼ばないかも。ソララタンタンって言ってるよね。今日は日曜日だ。間違えてさ、土曜日って書いちゃいそう。日曜日まで帰ってるんだ。え、そう。え、これこっちタイプの？そう。いいね。じゃあもかもサイン書いていきます。みんな。お。え、これ7。よーし。いけー。いけー。書き方やばい。いけー。いやー。書いた。漫画。漫画の世界すぎる。終わったね。よろしくお願いします。ちいかわ、ちいかわ、やばい、2分になってる。ねえ、何してんの。頑張ってよ。ちょっと頑張れ頑張れ。ポテも頑張って。オッケー。今日は頑張って早く書くんだ。なんかもうね、もともとの字のスピードが遅いんだよね。え、うちめっちゃ早いかも。じゃあ思った。めっちゃ早いって思って今。え、だってさ、宿題とかめっちゃ早く終わってたもん。いいな。え、なんかさ、めっちゃ字汚い字でやってた。え、わかる。なんかさ、宿題終わってから友達ん家に遊びに行くみたいな、うん、小学生の時にさ、うん、そうやってんけど、うん、早すぎて、うん、その友達が帰ってるのに追いついた、うん、自分が家から学校から。え、エリコの家はどれくらいの近かった？そう、家から学校は近くて、うん、家帰って、うん、宿題やって、うん、で、そのもう一個のその友達の家がめっちゃ遠くて、うん、こうやって走りながら行ったらまだ帰ってた、うん、追いついた。うん、なんて話しかけたん？え、まだ帰ってんの？まだ帰ってんの？まだ帰ってんの？思ってた、うん、でっかいね。うん、なんか名前でかい方が嬉しいかなと思って。嬉しい、めっちゃ。でもその分さ、エリコよりサインちっちゃいねんな。ほんまや。え、どっちがいいんだろう。でも名前の方がでかい方がいいんじゃない？人によるかな。確かに。名前かサインどっちがいい、でかい方が嬉しいですか？大きさが嬉しいとかあるの？やっぱ比率大嬉しいでしょ。でもかは、サインやって、サイン。サインなん？ちょっと待って。もかはやっぱり日付がでかいと喜ぶかも。え？なんで？なんでなの？曜日とかでかいと喜ぶ。なんで？どうして？サイン？サインでかいけど、なんか確かに日付、やっぱ日付って大事だよ。だってもう今日はないもんね。何が？6月30日はあるけど、2024年の6月30日って今日だけだって考えたら、うん、なんか頭がおかしくなりそうになって考えるのやめた。え、考えることない？え、ある。え、なんかもうこの日は、うん、あの日しかなかったんだって思って、今こうしている時も一人の命が誕生してとか考える。それは考える。考えない。いや、なんか今日という日は今日しかない、そう、今日という日は今日しかないっていうことを考えたら、なんか地球がわけわからなくなって。わかるな。だってゲシュタルト崩壊、ゲシュタルト崩壊は同じのもの見すぎて、それが違うものに見えてくる現象のこと。現象のことじゃない？確かに。
過ぎた時間は取り戻せないからね。そう、歌詞みたい。でもか、もう初音ミクちゃん好きじゃん、ボカロ、うんうん、好きで、ボカロ作りたいって思ったんだよね、うん、でも作詞能力がなかったこういうのめっちゃ恥ずかしいのがさ、小学校6年生の時さ自習文ノートっていうのがあって、うん、何でもいいんだよな、例えば、うん、あの普通にクッキーの作り方みたいなんで、うん、クッキーの材料とか書いて、うん、それを提出するだけで自主弁になんねんけど、うん、小学生やからさ、うん、でだからその時マジであの秋元先生の歌詞に感化されすぎて、うん、自分も歌詞書いちゃってるの、うん、それをあの瀬川校先生に提出してめっちゃ絶賛してくれた。え、いいよ。でもよかったよ。今見たらもう恥ずかしくて。え、ないの？分からへん、多分もうない、もう捨ててると思う。恥ずかしすぎ。小学生の時、うん、まあ、そういうこともある、小学生やから。分かるそういう時もある。そういうこともある。時間は未来から過去に流れてるらしい。これも使えそう。時間は未来から過去に流れてるらしいめっちゃ使えそうな言葉やな。ねえ、ほんまにさ、待って、普通にさ7分もかかってんねんけど、8分もかかってんねんけど、1個の三角でも喋ってるからやろ。もう喋りかけんといてえ、いや喋りかけるよ。早くマジで書きよう、絶対マジでほんまに喋、うん、りかけるよ。やめて。ゆき、うん、何してんの？サイン書いてる。なんで？なんかと話すんじゃないの？誰か止めてよ。なんで？コメントの、コメントで誰か。ゆき、どうやったら話してくれる？面白い話だったら話して。面白い話してよ。ねえ、ホテちゃん帰れへんくなって今日。そうや、今日。ゆきは絶対残らない。それな、うちも絶対残らない。もう終わったら。ちょっと待って帰る。早い。ゆきって帰るの？あかも、アニメや。走って最近僕もアイプリしに行かなあかんから。え、また行くの？行こっかな。いきなり真面目に吹き出した。明日から7月なんやけど。やめて、マジで言わんといて。なんで言わないで。もう一回言ってみていい？やめて。なんで7月やなの？もうやばい、時の流れ早すぎ。それな、だって半年、上半期終わった。
ツアーが始まるね。うん、明日から、明日からは嘘、明日の月から始まる。ヤバば、やばい、アイプリの歌歌いたくなっちゃう。音楽流したいけどダメなの。 AKB 動物の森の BGM とかダメ。フリー BGM タタタタトモコね。なんかさ、お便りさ、ショールームで流してない？え、知らない。でも歌うのもダメらしい。でもモカは結構チラッと歌ってしまう。でもそう思うねんけどさ、うん、すごいよな。だってさ、あのさ、 AKB とかさ、うん、秋元先生の作詞してる曲めっちゃあるのにさ、うん、こうパッて歌っただけでさ、うん、見てるさ、ショールームのさ、うん、スタッフさんがさ、これはこのこの範囲の曲じゃないから、うん、ってわかるの、すごい。範囲の曲、うん、この歌っちゃダメな曲歌っちゃダメ、ダメじゃない、ダメ。なんか6月のうちにやりたいこといっぱいあったのに全然できずに終わっちゃった。何してたったの？くまちゃんのパンケーキ食べに行きたかったし、それがとかさ、行きたいとか全然行けないよね。5月の話、あとくまちゃんのお鍋食べに行きたかったし、しゃぶしゃぶみたいなやつ、なんかコラーゲンね、溶けるやつ、そうそうそう、沈んでくやつ、北海道麺コインなんとか。皆さん、めっちゃ行きたいカフェある。何？新宿のジョーンズカフェ。ジョーンズ？なんかクロッフル。え、ね、クロッフル本当に美味しい。え、見てほしい。昨日さ、お腹空きすぎて深夜にさ、うん、めっちゃ食べ物調べてた。寝れ、したらもっとお腹空いて。うん。だから寝た。えらい。で。え、美味しそう。クロッキー？クロッフル？ホッピングシャワーとコラボ。ホッピングシャワー？そうやって言わんの。おー見て、え、美味しそう、見て、ん、おー違う、ここじゃねえ興味なさすぎる。エリコの反応絶対興味ないでしょ、今の。甘そう、美味しそう、ほんとに余ってる、うん、もっと心めっちゃ美味しそうじゃんもっと心込めてよ。あと、サムゲタン食べに行きたかった。何でしたっけ、ん、サムゲタンはサムゲタンだ。熱いやつ、熱いやつ。でもサムギョプサル食べに来てよかった。サムギョプサル美味しいけどさ、脂多くない？ね、脂身のとこだよ、あれは。うん、豚の肉だから多いよね。お刺し食べたい。お刺し食べたいね。生千枚食べたいな。ニコラブ歌ったらさ、消される？ううん、大丈夫だよ。消されるって僕は消されちゃう？
他のツアーのユニット何？内緒。ええー。一言も言わないよ。違うのも言わない。もしかして。もしかしてだけど。もしかしてマルキー？え？ちょっとやめてよ。言うのやめてよ。え、もしかしてチッパ？ね、違うでしょ。なんで違うからね、皆さん。違いますから。何その芝居。違いますから、皆さん。もう本当に、もう嘘ですからね、そんな私がね、やるなんて、そんなことないですから。どう？みんなどっちなんだ？全然芝居じゃないよ、今の。信じてる？あ、ヨージさんありがとうございます。え、なんかみんな WWW って来てる。ね、あとね30分、20分、45分から始まる。何が見たいですか？逆に。禁じられた二人？誰と？眠くてこのまま寝ちゃいそう。ねえ、思ったけどこのさ、キュッキュする音さ、嫌いな人おるかな。いるよね。な、おるよな。このキュッキュはいけるけど、黒板は絶対に無理。
よし、まず書けました。あと文字とか書きます。じゃあ配信終わります。浴衣の時これしたいな。いいじゃん。握手会で浴衣着る時これにしようかな。でもさ、これ先っちょの毛どこ行くの？どうしたらいいんだろう。見て、ポモポモポリン。ポムポムプリン。ブサブサ。じゃあねー。え、ランキングは？今からこれ読むね。いきまーす。いきますよね。13位、ねたろうさん、ありがとうございます。間違えた。間違えちゃった。読み直します。13位ねえねえさん、ありがとうございます。12位ねたろうさん、ありがとうございます。11位うさこちゃん、ありがとうございます。10位ひかりちゃん、ありがとうございます。9位ゆみろんちゃん、ありがとうございます。8位ぷーさんさん、ありがとうございます。7位まさひろさん、ありがとうございます。6位べにちゃん、ありがとうございます。5位ひーくん、ありがとうございます。4位しゅんごさん、ありがとうございます。3位ようじさん、ありがとうございます。2位ほちとさん、ありがとうございます。そして1位はりんりんは笑顔になるなるさんです。ありがとうございます。なんか休憩の日常みたいな感じだったけど見てくれてありがとうございます。あ、え、無言。ゆっきもバイバイって言って。バイ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 、また後で会いましょう。